はい。こんな感じで、素材を追加して、曲を入れて、動画をもうちょっと編集していきたいと思います。その前にちょっと名前を分かりづらいので変えてみたいと思います。この画面で、名前を選択してもらうと、名前を押してもらうと、こんな感じで入力することができるようになっています。はい、こんな感じで名前変えてみました。で、画面下の三角のアイコンか、画面真ん中の三角のアイコンを押すと、確認というか再生、動画を再生することができます。ちょっと押してみます。こんな感じで、動画を確認することができます。その他にも、こんな感じでアップロードしたり、あとは、こんな感じで削除することができます。それじゃあ、引き続き、動画編集していきたいと思います。はい。すいません。ちょっと本編で、あまり動画の素材を使って編集をしていなかったので、ここで、紹介していきたいと思います。まず動画を選択してもらって、使える機能がちょっと増えていて、速度、音量が新たに動画素材だと使えるようになっています。タイトルとフィルターっていうのは変わらないものになっているんですが、その他、アクションと速度、音量っていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。まず音量がそのまま動画の音声の音量を上げたり下げたりすることができます。で、速度っていうのは速度を変えることができます。速くしたり遅くしたりできます。アクションなんですが、複製と、複製の他にオーディオを切り離す分割っていうのが選択できるようになっています。オーディオを切り離すを押してもらうと、こんな感じで、音声と映像が分かれて表示されるようになっています。一回戻して、分割っていうのが、今真ん中の白い線のところで、分割、二つに分けてくれるような機能になっています。押してみると、はい、こんな感じで左と右に分かれたかなと思います。で、エフェクトを入れられるようになっていて、押してもらって、こんな感じで切り替えのエフェクトも分割した合間に入れることができるようになっています。もう一回戻して、そしたら速度のところなんですが、速さを速くしたり遅くしたりする他に、ちょっと面白い機能があって、フリーズ、追加、リセットって書かれているところがあるんですけれども、まず普通に聞くと、こんな感じなんですが、ここでフリーズを使ってみます。表示がこんな感じで変わります。聞いてみると、はい、こんな感じで、画面をフリーズすることができます。ちょっと黒い背景なんで全然わかんなかったと思うんですけど、動画だと結構わかりやすくなるかなと思います。リセットを押すと、元の速度とかフリーズとかが解除されるようになっています。次に追加を使ってみたいと思います。ちょっと追加っていう文字だけだと、何のことかなって感じなんですけど、押してみると、こんな感じの表示になります。白い短い線が出ているんですが、ここがポイントになっていて、左と右で、速度が変えられるようになっています。例えば、ここを普通で、もう一つ、ここに追加をして、三つに分けて、ここを例えば、2倍速にして、で、こっちをゆっくりにしてみます。ちょっとこれで聞いてみます。
感じの機能になっています。そしたらここに、フリーズを入れて、ちょっとこれで演奏してみたいと思います。はい。こんな感じになりました。あんまり実際に使ったことがない機能で、結構使いどころが難しいかなーってちょっと思ったんですが、慣れてきたらどんどん使っていけたらなと思っています。よかったらぜひ使ってみてください。はい。もう一つご紹介したいと思います。さっきオーディオを切り離すをしたと思うんですが、そうすると、映像と音声が、別に編集ができるようになっていて、映像の方は編集機能が変わらないんですが、BGM の方がまた違ったようなものになっています。音量速度っていうのがあんまり変わってないんですけど、音量だとフェードっていうのが入るようになってますね。フェードを押してもらうと、こんな感じで三角のマークが出てきて、フェードっていう文字がトリムっていうのに変わっています。三角のところを移動することができて、こんな感じですね。ちょっと再生してみたいと思います。はい。こんな感じで、フェードしていって、音量が矢印のところでマックスになるように設定することができます。はい。よく見ると、青色の表示も、こんな感じでフェードに合わせて変わってきていますね。ちょっと見やすいような感じになっています。トリムで元に戻ります。で、次にアクションなんですが、すいません。分割、複製の他に、背面っていう表示が出ていると思います。ちょっと背面を押してみます。はい。今表示が青色から緑色に変わったと思うんですが、で、この表示が、背面だったところが前面に変わっていると思います。前面を押してもらうと、こんな感じで青く戻ります。どういうことかというと、あまりちょっと使ったことがなかったんですが、調べてみたら、背面っていうのが、自動でバックグラウンドミュージックに変わるような設定になっているようで、例えば音声が、この BGM の他に音声が入っていたとして、こちらの BGM を背面にすることで、自動的に音量の調整をしてくれるようで、緑色が一応 BGM ですね、バックグラウンドミュージックとして設定されるようになっているようです。前面を押して、青か、もしくは紫色っていうのもあるみたいで、こちら側の前面に音量が強めに出るような設定になっているようです。前面と背面で、音が2つ以上入っているときは、ちょっとこちらで調整することができるみたいです。はい。今ですね、ちょっと分割してみたんですが、写真の素材と同様に、この BGM っていうのも、前後入れ替えることができるみたいです。はい、こんな感じですね。はい、すいません。まだ途中なんですけれども、結構、作ることができました。今だいたい2分ぐらいで、なんとなく全体の流れを、決めて作りました。まだ入れられてない写真とか文字があるので、この後もちょっと引き続き編集してみたいと思います。もうちょっと作って、実際にできたら、お見せできればなぁと思っています。
くつか iMovie の機能をご紹介させていただいたんですけれども、一応今回はこれで終了にしたいと思います。完成した動画なんですけれども、説明欄にリンク貼っておきますので、もしよろしければぜひご視聴してみてください。ちょっとまだまだ使いこなせてないところがあったりして、わかんない機能とかも結構あったりしたんですが、もっとちょっと使い込んでみて、新たに分かったこととか、知ったことがあれば、また動画にして紹介できたらなと思っています。もしよければチャンネル登録や高評価、あとは、もっとこっちのがやり方いいよっていうのが、もしあればですね、コメントなどいただけるととても嬉しく思います。それでは、ワイスタディオでした。